先生だぞ。あ、もしもし。もしもし。あ、江東区役所の者ですけども。はい。あ、江東区役所です。わもわ。あ、江東区役所。江東部区役所。違います。あんたバカにしてんの。違いますよ。私初対面でしょ。なんか言ってません。私昔ね、はい、卵がね、なかなか高かったの昔って、はい、それでひもじい思いしてね、はい、卵がなかなか食べれなかったの、はい、そん時よりもムカつく。いやだから違います。あんた私の急須で失格ぶったたくわよ。でどこを攻撃するんですか。違いますよ。あんたバカにしてんの。江東区役所。江東部区役所。違います。あんたの仙骨爪楊枝でぶっ刺すわよ。狙う場所が怖いってさっきから。ほんと腹立たしいわね。聞いてください。何ですか。江東区役所。江東区役所。あ、そうですそうです。江東区役所の人。江東区役所の人。そうですそうです。あ、すいませんね。あ、いえいえ、保健医療科の職員なんですけども。はい。あの〇〇さんに、はい、医療費の控除があります。私ね、豆腐屋の次女です。はい。利用士の長女じゃありません。違います違います。医療費の控除。利用士の長女ではありません。言ってません。違います。あの喫水の豆腐屋の次女です。わかりました。だから違うんです。医療費の控除です。昔はね、もう本当に大変で。まあまあ大変だったんでしょうけど、ね、正しく働いて。 あなた多分見たことないと思うけど、はい、あの洗濯板でゴシゴシ洗ってたの。はい、でもね、ちょっと私が大きくなった時に、はい、分離式の洗濯機が来た時嬉しかったな。一層式のね、洗濯機は便利ね。いや、豆腐屋の話せえや。豆腐屋の話じゃないんかい。なんで洗濯機の話しだした。あの頃大変だったの。興味ないです。昔の洗濯機の歴史はいいです。手が荒れてね。違う、医療費の控除です。医療費の控除。はい、医療費の控除です。医療費の控除。あ、そうそうですそうです。あ、すいません。医療費の控除です。はい、すいません。それでですね、はい、緑色の封筒が届いていませんか。緑色の布団が届いてる。違います。品も違います。一緒。緑色の封筒。あ、緑色の布団が届いてるうちに生きていけない。近所で。なんでだよ。なんでだよ。誰にも見られたくない。君も。もういい、もういい。一緒。もういいわ。上。何それ。黙れ。緑色の布団。うるせえ。そんな布団、白色じゃなくて。切る切る切る。白色じゃなくて。うるせえ。うわ、君も。黙れ。本当にうまかった。ああ、もう普通にいいんだ。はあ、詐欺がなくなんねえな。